右方向です。と言います。ニーハオ、この言葉は朝から晩まで一日中使える便利な言葉ですから、必ず覚えましょう。ニーハオ、ニーハオ、発音をしっかり聞いて、口の動き方もしっかり見て、真似してみましょう。ニーハオ、ニーハオ、返事は、ハオ、もしくは、ニーハオと答えます。また、ニーハオは台湾語で、ニーホーと発音します。使い方や漢字は同じですが、発音が少し違います。リーホー、リーホー。もちろん、ニーハオと言っても通じますね。リーホーの場合は、返事はホーと返します。この場合の返事は、リーホーとあんまり言いません。ちなみに、最近の台湾の若者の間では、はい、ハローといった英語の挨拶がよく使われます。漢字ではこのように書きます。SNS やメールでもよく使われます。友達同士で使ってくださいね。Thank you.
何々をくださいを台湾語でも言ってみましょう。まずは何々をくださいは台湾語ではチャホワと言います。チャホワ、チャホワ。なのでこれをくださいはチャホワジレと言います。あれくださいはチャホワジレと言います。次、何個欲しいか伝える場合は、個は台湾語ではえと言います。なので